沢崎連ちゃんには成功しました。一撃ちょっとねきついのをお見舞いしたいですね。沢崎さんでしたね。まあ、そういったシーンが今大会も何度もありました沢崎誠。まあ炸裂しかかったんですけどね、いいピンでね。いや、まあ、そうですね。そこは一つかわされました。何かこう大物手をかわされたイメージというのがあまり、まあ、今大会の沢崎なかったので、うん、正直テンパイした時にはこれはもう上がってしまうんじゃないかというふうな、はい、そんな予感もあったんですけれども、うん、どうでしょう、この一つかわされたということが沢崎に何か一つ、まあ、同様ではないですけれども少しこうスタイルとかを考える一つのきっかけになるのかもしれません、うん、しかし今回はドラドラ、ルミは統一が目立つ形、うん、そうですね。あ、これでちょっと動きやすくなりましたね。うん、難は薬杯です。初があんこになった佐々木久とイーシャンテン、チートイツのイーシャンテンは二階堂ルミ、キューピンな、キューピン待ち頃なんです、まあ、ちょっと重なり頃なんだけどな、はい、うわこれは痛い、テンパイ逃しになった。ちょっとグッと前のめりになった二階堂ルミ、まあ、そうなんです、一枚切れだから、はい、まあ分かるんですよ、うん、一枚や出てるやつ切るのがチートイツの基本。あ、しかしテンパイだ、うん、ドラ短期でのリーチ、結局ドラ短期だからリカバリーできたと、ここは前向きに考えるんですね、はい、うん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 、あと一枚が引けるか、あテンパイ、闇天チュントリャンソー、難を仕掛ける沢崎がここでテンパイカンチーソー、両面に変わってのリーチ第一数層マックスになってからですね。あ、これイーソー1枚がなかなかいい感じじゃないですか、はい、数層も薄いからね本当に、なるほど、あ仕掛けた、間違いだ、ローソーポンでサブローソー、これは強い、このサブローソーは強い、サード回数おーウーピンはミン、ここは大民間暴れてますね、沢崎が行く、シンドラ急走、うわ勝った、ローソーは沢崎の上がり、はい、77ですか、なんドラドラですね、はい、7700は8700、はい、なんですか今のは、目まぐるしかったですね大暴れって感じで、いやー何かこう強引な感じもする沢崎の仕掛けといいますか、最後のウーピンを関して、うん、ドラも増やして、そうですそうです、負けてる側はねとにかく荒らして荒らして、はい、で勝った時のリターンをマックスにするべきですよね。ああなるほど。